掛川課長園の和紙水区掛川課長園は、静岡県掛川市南西郷にあるテーマパークの一つ。花と鳥との触れ合いをテーマとし、2003年9月20日に開園した。花の中で鳥と遊べる全天候型テーマパーク。檻の中の鳥を見る従来型の動物園とは異なり、水蓮、大オーニバスやブルグマンシアなどが廃された。 大音室で話し飼いにされている鳥たちと直に触れ合うことができる。バードショーも毎日開催されており、様々な鳥の餌付け体験、フクロウの腕の背やペンギンの膝の背の体験もイベントとして行っている。長屋門を除くほとんどの場所で、餌付け用のご飯が販売されており、自由に与えることが可能。正面入り口。入場券売り場、土産物売店。 袋展示施設がある。ケープペンギン、オシドリ、アカツクシガモなどが放し飼いにされている。池との間に、柵や仕切りはなく、通路の上を鳥が歩いていることもある。掛川課長園大温室メイン施設。フロアには、ストリプトカーパス、小立チベゴニア、コリウス、ゼラニウムなどの多くの花で彩られている。ザベストハウス123で有名になった。 アフリカ王子のハズクのポポちゃんがいる。雨天時のフクロウの飛行ショーはここで行われる。内部は喫茶コーナーやランチバイキング、ふれあいゾーン、ふれあいの小道に分かれている。ふれあいゾーンには熱帯山水蓮や大オニバスの浮かぶ池があり、大橋、インコ等が放し飼いにされている。ふれあいの小道には、インコ、クジャクなどが放し飼いにされている。シギ、フラミンゴも飼育されている。 バイキングゾーンの上には、インパチェンス、アイビーゼラニウムなどが釣られている。大温室の脇にある屋外施設。多数のエミューが暮らしている。柵で囲まれているが、自由に入ることができる。また、牧場前では、フクロウなどの飛行ショーやヘビクイワシのショーが行われている。エミュー牧場の隣にある池。カモ、アヒル島が飼育されているほか、野鳥が飛来することもある。 ありがとうございます。